ピッキングというのは弦を弾いて音を出す行為です。ギターを始めた皆さんにまず覚えてもらいたいピッキングは3種類、ダウンピッキング、アップピッキング、そしてダウンとアップを交互に行うオルタネイトピッキングになります。ではダウンピッキングから解説していきますので一緒にやってみましょう。まあ名前の通りなんですが、上から下へ、6弦側から1弦側へ弦を弾く。こちらがダウンピッキングです。ちなみにダウンピッキングは楽譜上やバンドスコアではこのように表記されます。続いてアップピッキング、1弦側から6弦側へ向かって弦を弾く、こういう動きですね。こちらがアップピッキング。ちゃんと一つの弦だけ狙ってくださいね。この時に他の弦が鳴らないように気をつけてください。アップピッキングは楽譜上やバンドスコアではこのように表記されます。はい、ではダウンピッキングとアップピッキング、こちらを交互に繰り返します。これがオルタネイトピッキングになります。ではですね、弾く時のポイント、何に気をつければいいか。まずは力を抜く、右手に余計な力が入っていると良い音が出ないので、腕全体ではなく手首から先の動きでピッキングしましょう。ポイント2、右手を固定する。右手がこのようにブランブランな状態だと正確なピッキングができないので、ブリッジの上に手首、まあこの辺ですね、側面とこの手首の、まあ、ミックスされた部分なんですが、こう置いてしまいましょう。置いてしまうことで、固定されるので、これで手首から先のこの指先と、まあ、この子をうまく使って弾くという感じですね。あとはピックの角度を工夫してください。このように角度をつけすぎてしまっても弾きづらいですし、完全に弦と平行になってしまっても実は弾きづらいんです。一番ベストなのは平行の位置から微妙にずらす、もう本当これはね、微妙としか言いようがないんですが、このようにけると良いかと思います。